今回3段目ですね。16ビートの続きです。今日は、コーンが好き、コーンが好き、こんなにっていうのをやります。で、でずっと教えてるんですけど、今日はじゃあ F シャープマイナースタンドバイミーに出てくる2個目のコードですね。 F シャープマイナーでちょっとやってみましょうか。バレエコード手疲れるかもしれないですけど頑張りましょう。あーちょっときついかな、手初心者の方きつい。だから E にしましょう。E でいきましょう。じゃあ E 押さえてもらって、今日やってもらうリズムはこれです。スタンドバイミーでいったらこういう、リズムをやってもらいます。でこれは何が起きてるかって言ったら、言葉で言ったらコーンが好き、コーンが好き、こんなにっていう言葉なんですよ。コーンが好き、コーンが好き、こんなに。 OK ですか？コーンが好き、コーンが好き、こんなに。文字は覚えましたか？まずコーンが好きっていうのを覚えたいんですよね。じゃあ左手は E を押さえて、 E コードを押さえて、右手コーンが、コーンがっていうコーってやった後、おーんーこおーんっていう2個は伸ばすんですよ。だから空振りしないといけない。右手をこおーん、2回空振りが来る。ダウンアップダウン空振り、ダウンアップダウン空振り、こおーん。そしたらが、コーンが好きのコーンがっていうのはこおーんがのおーんは空振り、こうとがしか弾かないです。コーンがだけど、あの右手は振ってほしいんですよ。だいたいこのなんかもうちょっと上手くなってきたよっていう人はこのコーンがって振らなくなっちゃうんですけど、なるべく結構上手くなるまで、っていうか自分はまだ振ってる派なんですけど、結構振っといた方がいいと思います。コーンがちゃんと振る。コーンが、はい、それができたら好きダウンアップ、コーンが好き、わかりますよね。コーンが好き、はい、これできたらコーンが好き、コーンが好き、こんなになんで、コーンが好き2回続くんですよ。だから2回連続同じことする。コーンが好き、コーンが好き、はい、できましたね。で最後のこんなにっていうのをトッポギってやってたリズムと一緒です。じゃあトッポギでいいやしって思うかもしれないですけど、こうにした意味があるんで、まあこんなに、こんなに、ダウンダウンアップ、こんなに、簡単ですよね。こんなに、これ全部連続でやると、コーンが好き、コーンが好き、こんなに、コーンが好き、コーンが好き、こんなにですね。OK ですか？で、はい、これできたら、これももちろんアクセントまたつけていきます。で、これはちょっと変わっていて、コーンが好き、コーンが好き、こんなにっていう。あのリズムってちょっと変わってるんですよ。コーンが好きって6なんですよ。 1,2,3,4,5 コーンが好きで、コーンが好きで、こんなにっていう6,6,4で、まあ、6たす6で12になって、12たす4で16なって16みたいな、ちょっと割り方が、割りが変、ちょっと変なっていうかちょっと変わった感じなんですけど、それ通りにまずアクセントを置くやり方をやってみます。あのコーンが好き、コーンが好き、こんなにっていう3個に分かれるじゃないですか。コーンが好き、それの初めのコっていう文字は強く弾く。コーンが好き、コ強く弾く。で次のコーンが好き、コ強く弾く。でこんなにのコも強く弾くと、コーンが好き、コーンが好き、こんなに、コーンが好き、コーンが好き、こんなにコっていうなります。コーンが好き、コーンが好き、こういうノリになる。
多分できましたよね。余裕だと思うんですよ。でここからがちょっとなんか初心者も中級者の人もあれちょっとなんかできないなってちょっとだけ思いそうなことを今からやらせます。でコーンが好きコーンが好きこんなにっていうこのふわり通りのアクセントでやるのは簡単なんですけど、そうじゃなくて後ろで流れてるドラムっていうのはこのコーンが好きコーンが好きこんなにドンチタンチドンチタンチドンチクドンチタンってずっとやってるわけではないと思うんですよ。普通にドンチクタントンスクドンタンみたいな普通のリズムの時があるんで、このギターが弾いてるリズムのアクセントと後ろで流れてるドラムのアクセントって違うんですよ。だからドラムのアクセントをつける位置でこの今のギターを、いやもうちょっとわからない、とりあえずやってみましょう。コーンが好きコーンが好きこんなにのコーンが好きコーンが好き、一発目のコーンが好きのスを強く弾く。コーンが好き、これできますかね。コーンが好きスを強く弾く。コーンが好き、はい、これできたらそのまま2回目のコーンが好きは別に普通に弾く。コーンが好きコーンが好きこんなにコーンが好きコーンが好きコーンが好きのスを強く弾く。で次のコーンが好きは別に普通に、で最後のこんなにのコーンはまた強く弾くってやると、みたいな、そういうドラムのスネアダンって叩かれる位置にあのアクセントが置けるよっていう。でもコーンが好きって思ってるリズムだからちょっとアクセント入れるのは難しいかもしれない、釣られちゃうかもしれないですね。でもこれが別に全然釣られなくて余裕だぜっていう人、あなたはもう 最高ですね。で最初のはコーンが好き、コーンがコにアクセントを置くタイプはコーンが好き、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 はい、まずこれ簡単に多分できる。で次はコーンが好き、コーンが好き、こんなにコーンが好き、コーンが好き、こんなにここに入れる。コーンが好き、コーンが好き、こんなにコーンが好き、コーンが好き、こんなに。で言えない、できないやつさっていう人は口で言わず言ってみる。コーンが好き、コーンが好き、こんなにコーンが好き、コーンって強くするところを口で言ってみる。で口で言えないと多分弾きながらむずいんでっていう意味で僕はこの日本語みたいな言葉に当てはめて教えているんですよ。ジャガ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 でもいいんですけど、一応この言葉のところを強くするんだなって分かってた方がなんかやりやすいかなって思って、うん、って感じですね。じゃあ今回はコーンが好き、コーンが好き、こんなにコーンが好き、うんだけですね。コーンが好き、コーンが好き、コーンが好き。で、わかった。じゃあもう一個だけやります。このコーンが好き、コーンが好き、こんなにコーンが好き、コーンが好き、コーンなの。こっちの、アクセントができるようになった人は、このコーンがすっていうアクセントのところ、チャにしてもいいです。この。アクセントをチャにする。でチャンのやり方がわからない人前に教えてそれ見てください。でコーンが好き、コーンが好き、こんなにのリズムの時にコードがか、どこで変えればいいのっていうと質問があるんですけど、コーンが好きって言った後変えていいです。例えば、じゃあ A から E に変わるコードだとしたら、コーンが好き、コーンが好きっていう、コーンが好きって言ったら次もうコード変えていい。コーンが好き、このタイミングでコードチェンジすると、うまくいくと思います。ありがとうございました。見てくれてありがとうございました。こんな感じでまたちょくちょく載せていくんで、よかったら見てください。で僕が言ってることだったら僕が考えてることなんで 100% 合ってるわけじゃないんで、いろんなね他の本とか読んだり動画とか見たりして勉強して、楽しいギターライフを送ってください。で一番でもその中でも絶対これは大事だなって思うのが、録画とか録音して自分の聞き返すっていうの大事ですね。できてるぜ俺完璧やっさって思って聞いた瞬間、全然できてないやしっていうことよくあるんで、自分もよくあるんですよ。毎回そうなんですけど、
だから自分で録音録画して聞き直してどんどん練習してみてください。でそれでもなんか分からんやん分からんよっていう時は、僕このギター講師やってるんでよかったら習いに来てくださいお願いします。随時生徒募集してるんで、であの YouTube の説明欄のところにあのメールアドレスとか Twitter とか Instagram のアカウント載せたりとか、あとタブ譜をあの売ったりとかしてるんでよかったらそっちもチェックしてみてください。じゃあ、この動画が何かの役に立つことを祈ってます。ありがとうございました。